こんにちは、土の子です。さあ今日もねミートピアやっていきましょう。おしゃれ猫ペコちゃんリューチェルの奥さんですね。ダンブルドアコマさん、ものづくり姫、今日は何をお願いしてくるんだろう。ペコちゃんお使いの方だね。配達員のペコです。稲穂さんにご注文の品をお届けします。困りました、別の仕事が入っちゃって。稲穂ちゃん、稲穂ちゃん好きなの確かおもちゃじゃなかったっけオタク系おもちゃが好きなんじゃなかったっけ。稲穂ちゃん戦隊ものだったっけ。何あげるんだろう。キャッ、ここはエルフの村よ。よそのものは出て行って。でもね、あのお届け物に来たんです。でもあなたは特別に通してあげるはい、ペコさんからのお届け物だよ。何買ったの。バイオリンちょっと飛び跳ねた。よかった、気に入ったみたい。いいものもらったね。稲穂さんいかがでした、気に入ってくれましたか。こちらも仕事がはかどりました、ご協力感謝します。お礼をどうぞ。わあ、いっぱいもらったぞ。さあ今日はコマさんのお願いを叶える感じかな。ものづくり姫コマさん、ちょっと待って。ダメだ、つまらない、いいアイデアが思いつかない。こんな時は気分転換、超魔王の隠し部屋に遊びに行こう。あ、よかったら君も来る。お願いじゃないじゃんついてくる、お金でもくれちゃうの。じゃあ行こうっと。1万6000ももらえる、お願いじゃなかった。わあ、なんかその頭のいいねお姫様ってことか。竜王の杖だって、すげえなんか装備がもう素晴らしい名前のものばっかりになってきたな。さあ最奥まで来たぜ。ん？気分転換に来たのについネタを探してしまう。おや？ほう？なんか前もこれコマさんになった本当のコマさんはこんな感じとか言ったような気がする。さあ行きましょう。うわあ、風の女王コマさんすげえ顔が似合ってる。さあこれはもうサクッと倒していきましょう。まずは大暴れで両端のフラワーから倒す予定が、フラワーが倒れなかった。結構強いね。おお、全体攻撃強い。なるほど。あー泣いちゃったか。泣かれたらちょっと困っちゃったな。ここはレミリアに両端をお任せして、ノリノリになるとね泣き止む、一応泣き止むのでノリノリにして、まあ振りかけて回復していこうか。このやり方でいきましょう。フラワー倒しちゃうかも。レミリアが手助け、いくよやっぱり。さあライトニングかな、ギガライトニング、いいぞ。ナイス。さあ攻撃は闇に落とす、にへへ闇に落ちちゃった、闇落ちした。これは行動前でいいかもね。これは普通に行動して、はい行動を、そしてレミリアを安全地帯に、安全地帯で治る。さあ土の子の心を闇に落とす、ウィヒヒヒヒ。これ振りかけで治ったりするかな、ちょっと、ね、コメントで教えてくれたかな。振りかけちょっと、ああ治るなんだ振りかけで治るじゃん、後ろに下げなくても。ヒヒ闇に落ちたのもノリノリだぜ、レイムタワー。さあわあこれ全体、あやべ全体攻撃強えな、バリアが効いたね。あれ全滅してたら、ちょっと油断してたらちょっと舐めすぎましたかね。さあちょっと HP を見て、残り HP 結構あるのでここは、爪研ぎしていきましょう。そして爪研ぎは、闇に落とされたら困っちゃうので後ろに下げます。でバリアのレミリアが攻撃を食らう、
このやり方で。さあちょっと回復してあげよう。どうだ、はい、オッケー。ああー また間違いまたやっちった。この間違いだけはしないようにしっかり頑張っていこう。でしっかり爪研いでからの安全地帯で、順番の時必ず先に安全地帯を押す。行動をもう一回行動したらすぐ、よし、これで僕が戻り、よしレミリア待っててね、僕の爪研ぎからの大暴れだ、ちゃっちゃ。はい、勝ちました。土の子でした。なかなかいいですね。料理してやるを覚えた。料理に変えてしまう。へえ。次はスラッシュオール、巨大な数の輪を作り出し敵全体を巻き込んで、お、いい技覚えたじゃん。よし、直したよ。僕が怪物にこのネタ使えるかも。付き合ってくれてありがとね。よオッケーオッケー、忘れないうちにネタを広げないと。コマさんお姫様だけどいろいろ考えてんだね。大魔界ステッキすげえな、魔界の方になったんだ。エミリアちゃん、コマさん、あ、ちょっと待って、このアイデアはいける。旅の仲間にを入れていきましょう。コマさんも仲間になったよ。さあ今日はネオンシティ8番街行ってみましょうか。ちょっと怖え、大丈夫かな。まあでもレベル40代、メインのね4人は40超えてきてるんで大丈夫なんじゃないでしょうか。さあ行ってみよう。新しい技アローシャワー、じゃ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 ん。うわ強い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 、おいめっちゃ強いぞ今の。600ぐらい与えなかった、やるじゃん。お、でかい宝箱、なんだ伝説のローブ、うわあれみんなが言ってた伝説系ってこれじゃないの、最後なんでしょう、最後の防具もしかして。伝説ローブゲット、わあ。レミリア白とピンクで迷うけどピンクにしよう。あった、ちょっとゆっくりがね、防具だけちょっとやべえやばいクソさなんだけどどうしようまだ全然1900ゴールドとかだからね、毎回見てんだけど全然欲しがってくれない。忍者ダガー、おーいいじゃん、ダガーなのこれなんていうんだっけ、手裏剣じゃなくてなんか呼び方あってな気がするな。わ、次のでかい箱はなんだ、伝説の手袋きた僕のじゃないのこれ、ツチノコの伝説の手袋、うわめっちゃ上がる、349から382、これは強いぜ、爪研ぎがはかどるぜ。あ、猫の武器手袋を全種類集めよう、きた全種類きたよ。ん、誰、ペンキー、ペンキー体調崩しちゃった。天使のフライパン、うわかわいいこんなフライパン使えないいいじゃん、勇気の奥義、ハートハートがかわいいね、さっきの天使のフライパンといい。うわエキサイトギターいいな、腹の伸び具合がたまんねえぜこれなんか見ていたいずっと。新しい技森の恵み、土の子にお恵みを、わあ MP 回復やる。ん、なんだこのレバー、入れる、まさか、ん、あーようやくこれで通れるようになった。
どうやって通れるんだろうと思ったんだ。やったね。僕の場合はここにありましたね。真ん中から上、真ん中上でたどり着きました。さあ行きましょうか。じゃあ、おい、なんだろう、ま、順番的にはあのラスボスの色違いバージョンじゃないの。どうだ、いくよ。まさか全員で戦わないよね。ん？おお！出た！どういう戦い方すんだ？わお！異世界の太陽！おい、めっちゃかっこいいじゃん音楽。おい、クソかっこいいぞ。さあどうしようかな。ラスボスでは仲間を呼んできましたよね。この周りの目たちが仲間だかなと思ったんだけど、仲間を召喚して脇にね置いていくっていうやり方。さあどうでしょう。まあ僕はいつも通り、爪研いで安全地帯に入ろうかな。まあ僕スピードやっぱ一番速いですね。さあそしてどういう攻撃してくるかによってちょっと変えていこう。さあなんだこれ、何した、うん、何してるこれ。うーわ強っ。おいマジかよいやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、あんな攻撃一発目でしてくんのちょっと待てや、ちょっと待て待て、ちょっと待て待て待て、これまずいな、どうしようかな。プランは正直孫ついてても大丈夫なんだけど、悪夢ね、オッケー、悪夢オッケー。え、2回攻撃だよね。ちょっともう1回見る。あーやっぱごめんフラン、ごめん、下げればよかった。さあここで僕は技を食らわすわけなんですが圧倒的に不利なんだけど、大暴れしてじゃじゃん、よし1000ぐらい与えて、うわーこんだけしか減ってねえ、7000もあるぞこれ。悪夢があってね、悪夢があるのか、どんぐらい耐えれるかだね。これちょっとフランにやっぱり盾になってもらおう。フランに、いやこれ強くね、142くらうんだけど。でもう一発は、うわやばよくもフランを、ナイスレミリア、ナイスナイスだけど、あの攻撃で一発でやられるのがきついんだよね。バナナ食ってもしょうがないんだよなちょっとよく考えよう。まあ、僕はいつも通り爪研いで、ああしまった、遅かったここはどうしようかな。僕はちょっとやられるわけいかないので、ふりかけ守り入れとくか。ダメージなるべくたくさんねあった方がいいから、よしよしよし、守り入れてよかった、バーンと、よしで僕を出し、レミリアが攻撃、あバリアね、オッケー、よしよしよし、バリアが入ったら結構耐えれるんじゃない。そして僕は爪研ぎして、大暴れだ、よし手助け、本当はいいとこ見せたいの方がいいんだけどね。ダンダン、おっしぞ。で僕は速攻下げる、で一発落ちが怖いのでレミリアの HP を回復。何した、よしナイス、さらに守りも入れておいちゃおう。なんだ次、よしナイス、守りもレミリアいいよ、頑張ってる。さあ僕は MP をちょっと回復しとこう、いけるよ、頑張ろう、フレイムタワーダーン、いいぞ。さあ僕はいつも通り爪を研ぐ、そして安全地帯、
これ何した？あー割れちゃった。あーバリアもないね。今もう一発入れとくか。あー危ねー、危なかったこれがきついよ。さあバリア張る。まあバリア張ったら守りやめとくか。おし、さあ僕のふりかけがなくなるのが先かっていう感じだね。大暴れ、すぐに後ろに下げる。さあ何してくる。うわーこれやってきた。これでもどんぐらい食らう。69、ナイス、悪くない悪くない。バリアの時は守りいいわ。うっマジで仲間呼ぶの。メダル A、まあ仲間呼びは僕の大暴れでね、ダメージは結構入ると思うんだけど、ただ攻撃がきつくなるのが嫌だな。フレームタワー、うんでもそんなに強くない。これは爪研ぎなしだ方がいいな。ちょっと攻撃を食らうのを嫌って大暴れしときましょう。これで左が倒れるはず。よしですぐ下げると。バリア効いてるよね。また仲間呼ぶんだ。仲間呼んで、そしてあーオッケーオッケーオッケー。あーこれ全然問題ないな。 このターンはオッケー。これは僕が大暴れすればいいだけだから、ライトニングでも打っといて。オッケーオッケー、いいぞ。ここは僕の大暴れ。ちゃちゃ、よし、大暴れ覚えておいてよかった。猫でよかった僕。わーい、褒められて上機嫌。これは強いんだけどな。上機嫌入ったら、僕の MP 切れたら大変なことになっちゃうかな。いけるぜ、頑張ろう。エミリア悪夢に、あー悪夢いざなっちゃった。でもバリアがあるからこれは OK。 よし、いいぞ。これは、安全地帯で回復します。よしで僕は大暴れをしていく。力みなぎってる状態の大暴れ、いいぞ。さあ僕はもちろんまた下げる。また悪夢、はい OK。 次は仲間呼び、はい全然問題なし。なんでかというと僕は今ね、上機嫌ですからねもうやべえ、なんか変な方言が出ちゃった。上機嫌ですからね。いいぞいいぞ。よし、ようやく蘇ったか。フラン頑張ろうぜ。まあでもフランにふりかけはちょっと使いません。ここは大暴れ、けっ、エミリアが手助けして、ちゃっちゃ、いいぜ。よし見えてきたぞ、頑張ろう。何してくる。仲間呼びは全然問題なし。次は、次何、うん、何した。あ、オッケーオッケーオッケー、全然問題ねえや、よかった。さあ僕を出し、上機嫌なのでここはレミリアはふりかけ使いたくないので回復しようか。よしオッケー、回復してフランを、フランバナナ食わなくていいよ僕は大暴れしていく。さあもう安全地帯もちゃんとボタンを押しておきましょう。フランドールの力貸し、いいよ、ダンジャン、いいぜ。さあ僕は下がって、何してくる。ここからが本番だ。わっ来やがったな、これやべ、ふりかけやっとけばよかった出たこれまさかあのパターンじゃね。にっこり、うーわ、あでも1、あそっかそっか、1残るのか。まだ HP 結構余裕あるので、ふりかけレミリアだけ戻しておく。もう一回来るよね、何来る、もう一度。よし OK、 ナイス、遅いよ。で僕を戻し、まだ上機嫌だね。よしよし、いいぞ。フレームタワー、ダーン。フランドールはまたバナナ食うんかよ。状況見て、あ気分落ち着いちゃった気分落ち着いちゃったか。それならば
今は仲間はいないので詰めといた方がいいでしょう。詰めときしときましょう。さあ何する？ここまでかな。避けてー。あ、え、そっちいらない。やらなくていいそれ。レミリアは、あ、あーやばい。大丈夫？レミリア頼む。あ、よかったよかったよかった。ブランドールの敵を撃つ。さあちょっと怒っちゃったね。ここは HP 回復しとくべきか。 HP 満タン。まあでもレミリアいないとちょっとやばいからね。さあ僕は戻す。すぐに太陽に怒りを向ける。怒りのフレームタワー358。怒りが収まらない。さらにフレームタワー。いいぜ頑張れ。でもちょっと待て、 MP が僕がないと厳しいので、ちょっとこんぐらいは絶対なきゃダメだよね。あともうちょっとだから、あとは全部あげよう。さあフランドールが蘇る。僕が爪が研ぎ終わる。大暴れじゃい。だった。よしどうだ。おっ。やりました。勝ったー。いや一発目でね総崩れになった時は、あ、終わったと思ったんですけど、諦めなければ勝てるんです。無事でよかった。いやー強かった。ゆっくりずっと寝てただけなんだけど。わあ、いっぱい究極のビビもらえる。いやー厳しかった。強敵異世界の太陽を倒すことできました。いやなかなかやっぱね、あれが強いね。大暴れが、大暴れ将軍になりました。僕はもう本当に大暴れ将軍だ。よし、 HP バナナはフランがねたくさん食べてくれたので、また効果がアップしたよ。はい、それじゃあ今日もねじゃんけん勝負いきたいと思います。さあ今日はサムスくんか。ゲーム券1枚で勝負だ。ゲーム券減ったな。めっちゃのルーレットの方で使っちゃった。いくぜ。今日は勝利の V サイン。やった。今日は何の帝王だったっけ、暗黒の太陽だったっけ。もう名前すぐや忘れちゃうんだから。よし、もっと増やしていくぜ。今日は揺るがない。頑固発動、連続のチョキだ。じゃんけんチョキ。よっ、来た来た来た。イエーイ。ここでね信念を曲げたらダメなんですよ。くせ、32000。きます。今日はね、あの一発目の全滅寸前の状況からこ勝ちに勝った勝利の V サインチョキ。うわー、マジか。うわー、どうしよう。うわー、いや、ここで負けたらダメでしょ。じゃんけん、チョキ！やったー！やったー！勝った！やったー！賞金3万2000。初めて成功した！え？あれ？ 3 連勝じゃないの？え？4連勝も？マジかよ。え、3連で終わりじゃないの。やべ、じゃんけん神殿と間違えてた。何連まであるのこれ。チャレンジするに決まってるだろう。うわー、どうしよう。どうしよう、ずっとチョキできちゃった。ここもう曲げられないよ。じゃんけんチョキ。あはは、はあ、終わった。ゲーム券吸い取りマシンめ。はい、ということでネオンシティの方はね8番街まで、クリアすることできたので、一応ねネオンシティの番地の方はクリアしましたね。残りは恐怖の塔
なんかみんなのコメントによると異性揃いしてる？どういうことなんだろう。もしかして連戦で全部戦えってこと？それはなかなかきついんじゃないのかな。でもツチノコの猫がね、詰めといてね、後ろに隠れちゃ出てきて攻撃して、またすぐ後ろに隠れるっていう、まさにね猫のやり方で、なかなかいい感じに進めてるので、恐怖の塔もねこのパターンでもしかしたらうまくいくかもしれないな。ということで、よかったらね次も見てください。それじゃあツチノコでした。